こちらです。部に入っていない方はめったに来られないですね。文化系の部の部室が集まってるんですよ。あ、そこは違います。向こうの扉から入ってください。御前様の好みなんです。いいえ、御前様のファンや見込まれた子たちだけです。ご本人は仰々しい呼び方なのでお困りでしたが、もう慣れたみたいで。高貴な御前様にぴったりの呼び方だと思われませんか。今日からここは先輩の部室でもありますから、いつでも来てくつろいでくださいね。紅茶ならアールグレイのファーストフラッシュから各種フレーバーティーまでいろいろ取り揃えてありますから、飲みたいときは言ってください。すぐ入れますので。もちろんです。何でも申し付けてください。粗相があると御前様に叱られてしまいます。いいえ、御前様を慕う者の当然の務めです。厳しいなんてことないです。これ、御前様のアドレスと番号です。はい、渡すように頼まれましたから。御前様は先輩にいろいろキュートな動画を撮ってほしいみたいですよ。メールでいろいろ指示があると思いますから、達成したら報告してくださいね。その一環です。きっと素敵な動画を撮る手助けになると思いますよ。あと大きな目標は三海キャンプの最終日に行われる三海祭での動画展示になります。これぞっていうキュートな動画が展示できるように頑張ってくださいね。はい。堂本部長の趣味、すぐ知り合う。こっちへ戻ってください。人は私をオカルト優子と呼ぶ。覚えておいて。E 動画部はもともと動画研究部という名前で、うちの学園生活を記録する真面目な部だったんです。ですが憎き堂本が部長になり、 E 動画部を名乗ってから様相が一変。女性とのそのスカートとか水着姿を付け狙うエッチな部になってしまったんです。それを見かねて御前様は部室を半分没収してキュートムービー部を立ち上げられたんです。 E 動画部は敵、私たちの崇高な目標の妨げなんです。どうか御前様の力になってあげてください。私じゃろくにデジカムも扱えないから。ありがとうございます。中を取ったり水着姿を隠し取ったりしないですよね。よかった。それじゃあ私は生徒会の仕事に戻りますね。失礼します。はい、よろしくお願いします。